共同親権並び共同養育、うん、共同養育する時のメリットの話してもいいですか？うん、あ、もうどうぞ、もうどうぞ。してもいいです。今日、本当まず、はい、本当自身の話でまず自身の話、はい、ね、説得力ある。説得力ある。はい、だとすると、まず、子供の方の視点でいくと、当然、まあ、うちの場合は夫が別居親なんで、お父さんとの、お父さんからの愛情確認がまずできますっていうのはもちろんのことですね。で、あとは、お母さんと私と何かこう喧嘩とかでこう逃げ道みたいな、なんかこうお母さんとうまくいかないなみたいな時に気持ち的な拠り所みたいなことってすごく大きいみたいで、うん、子供にとってね、子供にとって、うん、だってこう行き詰まるじゃないですか。で、あの子供年齢が高くなればなるほど、しかも性別にもよると思いますが、やっぱりそういうちょっと一歩違うところで自分のことをずっと愛してくれてる人がいつでもいるっていうことの子供に対する子供にとっての安心感はあります。で、あとはなんかこう細かいことで言うと、お母さんじゃ教えられないようなことってたくさんあるし、まあ例えばなんか外で遊ぶだとか虫取るだとか、ちっちゃい子だったらなんかそういうことも男親ならではとか女親ならでは、そういったこともたくさんあるでしょうし、子供にとってはとにかく、いつでも愛されてるんだっていう愛情確認ができることがとにかく大きいと思います、だけど、まあ、子供のため子供のためっていうところだと、まあ、正論すぎてなかなかね、そんなことは分かってるけど合わせたくないって気持ちの方とかもやっぱりいるし、私もそうだったんですけど、そういった意味では親にとってのメリットっていうのは、何と言っても子供をお父さんに見てもらってる間に、まあ、自分の時間ができますよね。で、その間に例えば何でしょう、仕事をいっぱいやれば収入もアップするでしょうし、本当自己実現とか趣味だとか、なんかそういう時間にも当てられますと。で、あとやはりこう、ね、データでも出てるけど、面会交流してる方が養育費の支払い率はまあ高いだとか、そりゃそうですよね、モチベーションお父さんも上がるでしょうし。で、あとはそうですね、時間ができることによることのメリットとか、あと自分自身がもし、今外に出て交通事故に遭って死んじゃったみたいなことがあった時の、いざという時のリスクヘッジとして子供にとって、やっぱりお父さんと連絡が取れている状態っていうのはもう必須で、これは子供にとってのメリットなのにもなるんだと思いますが、愛する子供を路頭に迷わせたくないんだったら、子供のために自分の命を投げ打ってでもいいような存在ってやっぱ親、だとしたらその親と必ず連絡が取れてる状況で、状況が分かってるぐらい綿密にちゃんと会えてる状況っていうのは、子供にとっても愛する子供のために大事ですね。で、やっぱりあとは一人でずっと育児してたりするのも大変だったら、そこの分担もしてもらう。で、なんかこう面会交流ってこう楽しいとこに連れてってもらって、子供は面会交流の時ばかりいい思いして、お父さんも楽しい思いだけして、私はお金がなくて連れてってあげれないのに、お父さんばっかり子供楽しませてなんか悔しいみたいな思いになる人とかもいると思うんですけど、なんかだったら嫌なことも頼めばいいと思う。夫側に例えば、私は学校の行事があんまり保護者会とかがちょっと苦手でそういうのを夫に頼んだりとか、なんか今思えば PTA もやらせてやればよかったなとか思ったり、なんかそういう親にとって負担なこと、あとまあ習い事の送迎だとか、なんかちょっと大変なことも頼んだりすればいいのになって、そういうの実際にやられたんですか？あ、実際、保護者会は行ってもらいました。なんかでも学校とかって親権者じゃないと保護者としてこう扱われないみたいなとこあるじゃないですか。 ありますね。で、離婚し、そうなんです、まさに私うち中学上がるとき離婚してたんですけど、家庭の状況届けみたいな書くときに、ふと父親のこう書くのってどうしようみたいな気持ちに一瞬なったんですけど、あ、別に離婚してるけど住んでる住所違うけど父親だからってことで書いて普通に提出しました。それで大丈夫ですか？あ、別に全然問題ないし、学校があって逆にあまりその家庭のことで関与したがらないから、家庭が良ければまあそれでいいというようなスタンスなのか。あ、なるほどね。だけど離婚した直後は小学校4年生の時の小学校の現況届け、
を変更があったら赤で訂正してくださいってところで、父親ってとこにこうやって赤で二重線して提出したのを子供が見てしまいまして、でもその時はもう自分の気持ちも感情的だったから子供が見ても別にもうパパはいないわよぐらいで思っちゃってたけど、今思うとその子供の気持ちを思ったら苦しくて苦しくて、そうですね、なんか涙出そうです。かわいそうにね、かわいそうなことを自分がしてました。まあでもその時は それすら気づかないというか、そういう、うん、見られても全然です。そう、ね、愛する子供を自分が苦しめたってことを後から後悔するのって結構しんどいですよ。やっぱだから自覚がないんですよね。当時はないですね、うん、相手を恨んでるから、うん、もう関わらせないために抹消したいみたいな気持ちなんで、それで本当に傷ついてるのは夫じゃなくて子供。そうです、うん、ダメ、そこはダメって思うから、さっき言った共同養育のメリットデメリット何でしたっけね、とにかくお父さんを抹消するようなことは子供にとってダメよってことは間違いなく伝えたいです、ね、そうですね、そこは間違いないと思う、うん、なんか心理学的にどうとかいろいろあると思うんですけど、うん、自己肯定感の低下だとかいろいろあるけど、本当そういったことも大事だけど、やっぱ子供を目の前にいる愛する子供を自分が苦しめる可能性があるって自覚は早めにした方がいい。本当に離婚後じゃ遅い、別居前に自覚してた方がいい。別居から始まるから、そう、いや僕はもう義務教育でやったらいいんじゃないかなと思うんですよ、そういう教育を、親になってからとか、ね、子育ての心理とかね、そういうのを親になってそういうのをやるから初めて全部手遅れになっちゃうと思うんですよ。そうですね、でなかなか離婚の渦中になってみないとそういう話に、ね、及ばないですから、まあせめて本当はね共同親権ってことになって世の中当たり前になることがベストだけど、 それまでのこうスパンの間は、うん、そうですね、できるだけ早めにそういう情報を提供する人たちが必要で、まあ私は個別でやってますが、行政とかなかなかこうねこう地域密着しているようなところの支援できる人たちが、まあ、離婚してもちゃんと親同士の関係はねみたいなことを話してくれるといいなと思いますね。そうですね、本当、うん、そこはね重要だと思いますよ。そうですね、なんで一人親家庭支援っていうのももちろん必要な場面たくさんあるとは思うんですが、ぜひとも離婚しても二人なんだよ支援みたいな、なんかそこを離婚前にちゃんとするだとかっていうのは大事かなって。僕はあれなんですよ、その行政とかに何とかか何とかかってあるじゃないですか、はいはい、親子交流支援課っていうのを作ったらいいんじゃないっていう一回提案したことがあって、うん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 、でも提案したその市役所の人がよく分かってなくて、うん、みたいな。あ、それが離婚後の親子交流っていうところのことですよね。長野県でしたっけ、一人親っていう言葉がやっぱり違うんじゃないかってことで、本当なんか違う表現で、その部署の名前を変えたっていうのもありましたね。まあ、あとは面会交流っていう言葉自体がね、僕あんま好きじゃなくて。そうですね、知りませんよね、離婚するまで知りませんでしたが、昔は面接交渉でしたね。そう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 、面会って病院か警察か、そう、もうね、あたかもねこう悪いことした人が条件付きで会うみたいな感じじゃないですか。うん、そうですね、でこう私もこう離結びとして付き添い支援なんかしてるときに、お子さんが今日の面会交流、面会交流って言葉を使ってたりするんですよ。で面交とか言っちゃって、なんかすごい子供はどんな気持ちでお父さんと会うことを面会っていうふうに思ってるのかなって思ったりはしますね。まあね、子供はね言葉の意味まではあんま理解してないと思うんですけど、うん、なんか嫌ですよね。嫌ですね。で、やっぱりちょっと話、今支援の話になったんでそっち行きます と、 お母さんとこうじゃあね行ってきますってする時の表情と、お父さんと会う時の表情のやっぱり違いだとかを目の当たりにすると、うん、子供がね気持ちを使い分けしているっていう、うん、誰にもこう嫌な思いさせないために気遣いしてるのを見てたりすると、
まあ、大人しっかりしましょうよって気持ちになりますね。そうですね、子供は本当気使ってますからね。気使ってますね。顔色めっちゃ見てますから、めちゃくちゃ見てますね。特に親の顔色めっちゃ見てますから、ね、何歳かな、本当にちっちゃいと3歳とか4歳だって分かるでしょうし ね、そういう思いを愛する子供にさせちゃうのってところが、そうそうそう、はたと感じる思いだと思うと、うん、なんかできることって変わってくるかなとは思います。まあ、その中でもやっぱり頑張ってるお母さんもたくさんいて、もっとちゃんとやらなきゃ、やら頑張ろう頑張ろう、連絡もちゃんと取ろうと思ってる矢先に、次はいつだいつだって来てしまって、あの怖さが抜けないってお母さんもやっぱ当然というか言ってしまうのも事実なので、まあ何でしょう、面会の回数が多い方がお父さんが、あの別居親側も、あの焦りもなくなるし安心もなくなるから、言ってこなくもなるっていう、こうニワトリと卵かなって感じもするんですけども、なんでしょう、頑張ってるお母さんもいます。中にはね、そこのね、あれですよね、バランスですよね。そう、どっちが先って両方、まあ、こっち側の意見としてはもちろんね、会いたい、合わせろみたいな気持ちもあるんですけど、それ以上に子供が心配っていうのがあるんですよ、だから結構強く言っちゃう、子供を守るためにとか、そう、心を守るために、心を守るために、そうそうそう、強く言っちゃうっていうところがある。だから自分の権利じゃなくて子供を心配、守りたいっていうところがあるんですよね。多分それは多分伝わってないと思う。伝わってないんでしょうね、なんでそこで一つ枕言葉でいつもありがとうみたいなのが入って、まあ何にありがとうなんだよって気持ちになると思うんですけどもあの心配だっていうと自分のことをし、自分のことを否定されてるって感じもするんですよね。なんでまあ難しい個別ケースにはなってくると思うんですが、ちゃんとあなたがしてくれてることも、リスペクトし、ちゃんと育ててくれてることありがとうじゃないけど、まあ、難しいですね、ケースによるかな。だけれどもなんかあなたのしてることを全否定じゃないですよっていうスタンスも一部に入れることによって少しほぐれるのかなというケースもありますね。まあだからこっち側としてはこう見えないから心配なんだけど、まあそれだけじゃなくて、まあ一緒にね、いつもいてくれてありがとうみたいなこともこう言いつつ、そうですね、何かこう手伝えることがあればみたいなことは常にこう軽いトーンでね、発信しつつみたいな。でお母さんが、あの同居親側もなんかね、頼ると思うとちょっと悔しかったりとかするんだけども、あの使うっていうと言葉が悪いんですが、活用させていただくというか、なんかそういうマンパワーとして一つ気持ちを乗り越えて割り切れるとすごく助かるマンパワーかなとは思います。だって子供は絶対懐いてるし、延長もできるしみたいな、泊まりだってできるわけですから、なんかどっかのね、シッターとか頼むのもいいですけど、本来は子供が一緒にいたい人は誰かなと思ったら、そんな外部の支援だけではなく、ベースとしてお父さんっていう一緒にいてくれる人っていう選択肢が一番最初にあるといいですよね。そうですね、だってこの夏休みも長い間毎日学童行ってる子供とか見てる、ね、うちもそうでしたけど、それよりはお父さん側と旅行行ったり、お父さん側、別居親側の実家行ったりする方が、そうですね、行き場所も増えるし、今だったらもう家にこもってゲームばっかりやってるっていう子供も結構いると思うんですけど、それよりはね、やっぱお父さんお母さんとね、一緒にどっか出かけるみたいなのも絶対いいわけじゃないですか。で、離婚してるとほら、あの2回行ける、旅行に2回行けるみたいな、ちょっとそこは離婚の産物というか、で、その先の実家にも行けるからという、場所最低でも 4つあるじゃない、そこはうまく活用できると、まあ、子供にとっては、暇がつまらない夏休みにはならずに、ね、お小遣いももらえるかもしれないみたいな。やっぱその思い出みたいなものが、子供にとって財産になると思うんですよ、一生の。だからね、そういうのは、やってほしいと思うし、そうですね、ね、そのメリットとしてはすごいメリットがありますよと。そうですね、メリットしかないですね。それに気づくのが、きっかけがないからみんな遅くなっちゃうかなとは思います。
そのきっかけ、まあ、メリットを、ね、気づかせてあげるための、ね、うん、こう活動をしてると思うんですけど、はい、僕も本当そういうところをどんどん、うん、知ってもらうためにやっていこうと思っているので、はい、そうですね、はい、いいことあるよ。で、うん、とたださせたくないっていう気持ちも、あの、なんでしょう、真っ向からそれはダメっていうと、うん、どんどん気持ちって壊れてっちゃうかなとも思うし、子供のため子供のためって言って、それでこうついていけ、潰れてしまうお母さんの気持ちも、うん、と私の支援をしている中で見えたりすることもあるので、うん、と私の賛としては、まあ、否定せず、でももっといいことあるよっていう提供をするっていうところはちょっとやってたりはしますね。でもいずれ気づいてくれるけど、でもその間に子供も大きくなっちゃうよってことも含めて、うん、なんでできるだけ早くってことは伝えてますね、うんうん、そうですね。こうだからバランス難しいですよね。バランス難しいですね。ただまあ直接ねお会いできて、お父さんかお母さんが別で面談とかもできるケースがあるので、そういう時にはできる、割と即時的に、あの、気持ちを仲介しながら、子供にだって一番大事なものなんだろうって話を、ほんと調停とかやる時点で、あの、早めに整えることはできますね、うん、なるほど、はい、ということで、メリットデメリットについて、ね、共同養育のね、うん、ね、やってきたわけなんですが、うん、どうですか、もう話したいこと。そうですね、あ、そろそろいい感じにいっぱいかなり話してますね。そうですね、そうですね。もうじゃあこの辺はもう多分最善の利益とかって今話したと思うので、うん、そうですね、ちょっと難しいですしね、そうですね、このあたりはね、うん、最後にじゃあ宣伝と告知、すいません、もうやっちゃってください、はい、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。イベントとかあれば、イベントとか、はい、今実は私、リムスリというのはお父さん側だけの支援、お母さんだけの支援っていう、どちらかだけの支援ではなく、うん、まあ、言ってみたら同居親も別居親も別居離婚したちょっといろんな傷ついてる親同士であることは変わりないので、それぞれの相互理解を深める場として、あの、オンラインのサロンでのリムスリコミュニティっていうのを実は8月から2018年8月から作っています。オンラインサロンってやつですか。あ、まさにそうですね、うん、Facebook 上で遠方の方や子供がちっちゃくてもやり取りができるようなものをオンラインサロンを作っていて、でそこでは、まあ、直接自分の妻や夫からは聞き出せないことだとかを質問を投げ、まあ、妻ってこんな気持ちなんじゃないですか、夫ってこんなんじゃないですかみたいな質問をしたり、あとはまあ独り言でちょっとつぶやいたりをするような場面で、いずれにしても、あの、相手を責めるのではなく、あの、何かこう歩み寄りというか、相手を知るためのきっかけ作りっていうような場にしていますので、うん、そこに理念に賛同した方のみご入会いただいているというところで、現在今8月から始めてお父さんが12人、お母さんが10人かな、うん、いらっしゃってて、月1飲み会、子連れ OK みたいなのをしたり、あと昨日はちょうどね、Zoom で遠方の方とか交流会したり、あとね、なんかもう自主的に部活をやりたいみたいなハイキング部とかでき始めてで、いずれはそれに別居や一緒に住んでない親がもうみんな合流できたらいいよねってことを目的に、いずれにしても何でしょう、ガチャガチャ楽しむだけじゃなく、共同養育を実践するために相手の気持ちを知るための場で、だけどあんまりこう離婚だなんだでこうなんかどんよりしてるよりは、自分の今後の人生のことも考えて、でそれぞれ一個人ね、いろんないい場面いい部分もたくさんあるから、自分のこう特技とかもちょっと披露しながらみたいな、パパママ交流の場っていうのを作ってます。うん、はい、それをメインで、はい、やってますね。あ、そうですね、なんで、あの、詳細はあのホームページに載ってますので、ホームページね、はい、リムスビーで検索すれば出ますか。そうですね、リムスビーやリムスビーコミュニティで検索いただければ、まあ、それかね、あの、 YouTube のリムスビチャンネルにも書いてありますよね、あの、説明欄のところに。あ、そうですね、リムスビチャンネルでも、うん、あの、いろんなご質問に対してお答えする、うん、この動画の説明欄にも書いておきますから、それ。あ、ありがとうございます。あ、ぜひよろしくお願いします。ホームページとリムスビチャンネルと、はい、そうですね、よろしくお願いします。本当素晴らしいですよ、はい、やっぱりね、この問題の解決には、うん、理解が絶対的に必要なんですよ。もう理解すること、うん、それの重要性だったりね、そうですね、共同養育の重要性重要だと思うんで、うん、そういうね、どんどん活動してどんどん広めていって、はい、もうこの日本でもね、その親子が、まあ、別居
してる親子でも自由に会える、自由に交流できる、誰でもね、そういう風になっていったらいいなと思ってます。そうですね、あ、本当に激しく同意します。はい、ね、ということで、はい、今日はあのもうね、こんな長い間と貴重なね、話をちゃんと全部話せたかな。どうでしょうね。大丈夫、大丈夫かな。はい、はい、ということで、柴橋さとこさんでした。ありがとうございました。息子さん今中2、中2、中2ですか。はい、反抗期とかありました？反抗期は離婚したせいなのかな、あんまりないんですよ実は。なんか多分ママをこう、なんでしょう、苦しまっちゃいけないとか、なんか嫌な思いさせちゃいけないみたいな気持ちが強いのか、反抗期とかがあんまりなくて。できた息子さんですね、それは。でもこれが離婚のせいだったらごめんねって感じですけどね。逆にでもあるじゃないですか、離婚しちゃった方がグレちゃうとかあるじゃないですか。それの逆というか、いたわりみたいな、そこを感じて。あとは何でしょう、 なんで反抗期なんないのって聞いたことあったんですけど、そしたらなんか言い返すと倍返ってきてめんどくさいからって言ってました。そう、そこまでの多分教育が良かったんですね。そうなのかな。そこはでも父親のおかげもあって、そう、今ね、父親本当にいっぱいあってて良かったと思うのが、私が言っても絶対言うこと聞かないことはもう裏で夫にチクっとくんですよ。で、学校でなんかこういうの言われたから、私じゃ無理だから言っといてってすると、会った時にこう言ってくれているとすんなり聞くし、なんか夫が中学2年生の課題ってことで、なんか日経新聞の毎日記事を2つ選んで、トピックスの概要と感想を毎日 LINE で送るを毎日続けたら、なんか結構大きなご褒美を契約2人で決めたみたいで、今毎日始めてるんですが、私も送ってもらってんですけど、やっぱすごい勉強になりますよね。それを私が言ったら絶対やるはずないし、まあ、思いつかないし、なんかそういうのやっぱ父親ならではだなみたいなのは。それもなんかメリットですよね。すごいメリットで、あとやっぱね、相談できます、いざという時の、なんか受験どうしようとか、なんかね、教育でどうしようって時にやっぱり母親というか、まあ、私の性質というか迷いが大きいんで、あのガツッとこうどう思って意見を欲しい時には夫に実はメールするんですね。だから結婚してる間より今の方がいい関係、いい関係ですね、いい関係。あのメールも子供対 LINE につながってるんだけど、私はショートメールっていう存在なんですけど、もうね、すごい絵文字とかでやり取りできてます。いや、もう子供が嬉しいでしょうね。そう、でしょうね。何でもママはチクるって言ってましたけど、あ、嫌じゃないみたい。そりゃそうですよ、やっぱね、2人が仲いいことが一番子供にとっていいことなんで。そうです、うん、そうですね。なんか今思うと勉強中だったかな、やっぱりパパみたいな大人になっちゃダメよって言っちゃってたんですよ。でもそれって子供の半分を否定されていることになっていて、子供もなんて返事したらいいかみたいなことを言っちゃってたけど、やっぱ絶対言っちゃいけないワードですね。そうですね、パパみたいな人になっちゃダメよ。いや、もうダメですよ、うん、だからどっちかを選ばせるとか、どっちがいいとかね。うん、そうですね、絶対もうやっちゃダメですよ、ね。あとパパはこんなとこが嫌だったのよ、わかるでしょみたいなことをもう絶対言っちゃダメだし、うん、まあ、なんかそういうのはママ友に言うとかね、うん、なんかしないといけないですし、そう、悪口、逆もですね、お父さん側もなんか面会交流とかね、会った時に、ママってなんか言ってたとか聞いちゃいけないし、なんかママこんなものも買ってくれないのみたいな、やっぱちょっとついね、言ってしまいがちなんだけど、ね、誰もがやっちゃうんじゃないですか。そう、なんか、そう、ご飯、朝ごはんちゃんと食べてるとか、なんかね、で何食べたの、え、そんなものしか食べてないのとか、なんか悪気なくね、みんなの誰しも経験してますよ。でもやっぱそれって子供が傷ついちゃうかもしれない、で子供が嘘ついちゃうかもしれないんで、ね、お互い気をつけましょうね。そうですね、子供が嘘ついちゃうのも親のせいですからね。親のせい、親のせい、尽くしてるっていう、ね、ことになってますから。あと子供が言った発言に責任持たせちゃうのってすごくかわいそうで、私なんかもこう離婚直後とかは、会いたいって子供に聞いて、別にって言ったらそれをそのまま夫に伝えて激怒みたいなだったんだけど、やっぱり同居親側は
会いたいって聞くんじゃなくて、会いに行くんだよって押し出してあげることの方が大事、ですね。で、自分で思ってる以上にこう負のオーラが出てるんでなんでそこをこうね、仮面をかぶってでも子供に対してはあのいついつパパがどこどこ連れてってくれるらしいよって言っておいでってしないと、子供は打って気使っちゃいますね。今思えばの後悔なんで、それはあの今もしこれを見てる方がいたら実践を早めにした方がいい。そうですね、この経験をね、本当に皆さんに伝えていってね、本当にそうですね。子供の負担をなくすと、子供の負担をなくす、あとあの時会いたくないって言ったじゃないとかいう子供を責めるのも、ね、いけませんよ。そうですね、まあ、でもそういうパターンもあれば多分ね、あの、まあ、子供の教育について対立しちゃう時もあると思うんですけど、そういうのは考え方が違う時、そうそうそう、塾行かせるか行かせないとか、部活入れるか入れないとか、なんかそこはここちょっと夫を褒めちゃうみたいになっちゃいますけど、夫が一任してくれてるのはいいかもしれない。で、きっといろいろ思いはあると思うんですよ。そんなに習い事させてとか、あともっとこういうのさせないととかあると思うんだけど、あんまり言わないでくれる。なんかそこは、任せようとしてくれているのがありがたいから、言ってこないから逆に相談をする気になるんです。なんかきっと学校の行事とかも皆さん行きたいじゃないですか。でネットで調べるとかされると思うんですけど、それでいつの間にか来てるとかいうのを見かけてやって思うよりは、なんか割とそういうのをドーンと構えててくれると、あ、こっちから情報を出してあげなきゃみたいな気持ちになったり、北風と太陽ですね。あ、そう、それの太陽の方が確実にいいんだけどでもそれを待って、なんかそうもできないお父さん側の気持ちも相談受けてるんで分かるんですが、そうですね、なんかこうじわじわっとこう実は調べててとかいうことで運動教や側がこう息苦しくなっちゃうみたいなのはあるかもしれない。難しいですよね。でもそう、でも行事もその運動場で会いたくないわけじゃない。だとしたらもうあらかじめレイアウトを送って、私はここで見てるのであなたはここで見てくださいって私は指示します。あ、なんかこんないい関係のようでいて顔合わせてないんですよ。なんでそうすると、あのちゃんと忠実に守ってくれて、私は授業参加何時間で行きますのでって言うと、じゃあここは何時間で行きますみたいな、先に情報提供した方が同居やも自分の保身ができる。なんかねそこが俺にはちょっと分かんないですね。本音ですけど、そうやってねやり取りしてんのに顔は合わせたくないね、合わせたくないとか結果して合わせずに済んじゃって去年ぐらいから顔合わせたらなんて言おうって毎回こうドキドキしながら行くんですけど、学校行事なんか変な具合に合わなくて、でかといってわざわざ食事するのも変だし、あとね、あ、そうそう、共同、最初から共同養育しなかったことの後悔もう一個話したいんですけど、あの最初からやれてれば子供はなんともなかったんだけど、最初私がすごく夫のことを嫌がってたから子供はそれをもう覚えちゃっていて、夫がなんか荷物を運ぶんで家の中入ってきたんですよ。その時に私挨拶しようと思って下に降りていこうとしたの、玄関のところに。そしたら子供が来ないでってパシャッと言って、え、ママ、え、別にもう平気だよとか言っても、え、もういいから、そういうのいいからみたいな感じで、あの3人の空間を作ることを子供が拒絶したんです。はあ、だからもうもはやうちの共同養育ここまでかって感じです。あの3人で過ごすがもうできなくなったのは、私が離婚直後にあんだけ夫のこと拒絶してたのを子供が見てから、見てたから、ですね、うちの限界です。もうこれがメールでのやり取りだけそうならない。子供にとっては本当はね、たまには3人でご飯とかできたらいいでしょうから、最初からね子供が気を使わない状態を作ってあげる方が良かったかなって。今後そういうことになる可能性ってないですか？ご飯3人でご飯とか、なんかね、入学式とかそういうのあったらいいでしょうね。めっちゃこう気合い入れて綺麗にしていきます後悔させます。そういう予定はないですか？3人で。3人ってないですね。で、私、あ、だどっか心の底で誘ってくれたら行くんだけどって思ってるんですけど、誘われないんで、私から誘うつもりもないですし、なんかね、恋愛みたいですね。そんな感
じ。いや、そういうのがあったら、うん、子供めっちゃ喜ぶと思いますよ。3人でご飯、2人でご飯は、うん、3人で、3人で何の話すんでしょうね。ぶっちゃけ、まあ、話とかじゃないですよ。その3人でいるってことが子供にとってめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。嬉しいのかな、すごい。私の毎年の課題です。ブログとかに今年の課題って書くんだけど毎回できてない、機会がなくて。でも今日のこれをきっかけに、なんかそういう場面があれば、そうですね、うん、いいかな、と喜ぶと思いますよ。喜ぶかな、うん、ちょっと考え、いい機会があれば前向きに、はい、そうですね、はい。